ということで皆さん今日は2月14日とっても寒いですねブルブル,ブル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 なんか個人的になんかバレンタインっぽいことやりたいなってあの思ってるんですけどなんかちょっとしばらくできなさそうなのでまあ、19日をめどにバレンタインでっぽいことがあのできたらいいなって思ってるのでぜひ19日とかショールーム見に来てください今日いつもよりえ眉毛が明るいです <laughs> どうもこれからこの色のさ眉マスカラを買おうか悩んでいるんだよね今 いやでもチョコの奴隷今日トレンド入れてたんですよだからやっぱ世間もチョコドって感じなんですよね <laughs> はい <laughs> ということで皆さんこんばんは <laughs> あの今日はまあ三つ編みとかなんかしちゃって顔わ小さかなんですけど <laughs> イエーイまあそうですね <laughs> はい お豆から誕生日メールが届いたよ。ということは今日誕生日ですね <laughs> 皆さんこんばんは。こんばんは。<coughs> こんばんは <laughs> でもみゆウがトレンド入り見たの午後15時とか <laughs> 午後15時いらんな15時とかでしたで。まだ公演始まる前だよ。 ハッピーバースデートゥーユーあハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデー,ー,ースデトゥーユーお誕生日おめでとうございますということでお誕生日おめでとうございます 中崎美恵ちゃんのこと愛していますよねバレンタインデーっていう、まあ、恋の三大きっかけでにお誕生日だなんて私と結ばれる気満々すぎると思うのでこのまま結ばれて一生中崎美恵ちゃん推しでいてくださいお誕生日おめでとうおめでとうおめでとう <laughs> 持ってますね <laughs> あのこれを見ている全中フのお母さんに伝えたいんですけど、あの冷蔵庫の中に入っているいちごのジュースフ持ってきて。<laughs> おめでとうございます。フフ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 フ でも見てないと思う。絶対、絶対 YouTube 見てる。ねえさ、今日の中坂の美女、いいと思う人はーい。もうさ、今日も。わっ待って、マスカラ塗ってないじゃん、今日。やらかしですね。まあでも、かわいい。ああありがとう開けて。放り込んでいいよ。 <laughs> な,んかなんか言ってたけど聞こえなかったからいや。ということで今日はこちらのマウントレイニアのハッピーアニバーサリーラテを飲みたいと思います。イエーイこれめっちゃ美味しそうだなって思って。まあ 飲み物が来たということはまあ、食べ物もあるということでご紹介します。ババン私が作ったクッキーたちです。パチパチ、パチパチーあのこちら正真正銘、私が作ったクッキーとなっております。パチ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 ーはい、あのちゃんと意識が高いのでハート型です。 ということで、もっと褒めてください。<laughs> 食べれるの失礼だな。<laughs> 食べれますよ。笑,笑い方が <laughs> キモい。これ、あの、私が作ったんです。<laughs> ということで。みんなと一緒に。素敵なバレンタインを過ごしたいと思います。 乾杯もう不思議な味 <laughs> このハートは型抜きしたハートですけどこのハートは自分で作ったハートですま、とりあえず白い方から食べたいと思いますいただきます

うん、クッキーのキットだけまだ売ってたんですよ <laughs> だからクッキーにしました <laughs> 気になってるこちらも食べたいと思います <laughs> うま美味 <laughs> しすぎる <laughs> 確定申告作ってんのが大変だな99%赤坂です私が作りました <laughs> でもほぼやってもらってないですね生地を伸ばしてもらったぐらいなんで <laughs> ほんと99%黒い方は85%赤坂で。 15%もまさかみたいな <laughs> あ襲わせながらる。遅れればそう <laughs> 時間は何時に作り始める5時半とかに <laughs> 作り始めて。 19時前にはできたかな送らばせながら <laughs> 生地伸ばすって言っても全部やってもらったわけじゃないから私がほぼやったからねなんていや100点満点ですねあのこのでもちょっと言いたいこの黒いクッキーはココア味に見えるじゃないですか もともとは真っ白なメレンゲクッキーだったんです。予定では真っ白なメレンゲクッキーになる予定だったんです。でも焼いてることを忘れて、ね、気づいたら真っ黒でした。でもなんか真っ黒 わけじゃないじゃないですだから美味しいんですよ <laughs> これはまだ出るのに一時間かかったメレンゲなのに <laughs> 失敗っていう <laughs> ハートしかないです <laughs> 全部ハートです もこっちマジで美味しい <laughs> なんか無塩バターで作らなきゃいけないんけど買いに行ったら無塩バター高すぎて買えませんでした <laughs> でマーガリンにして <laughs> でもできましたできました上手に。 メンバーに配りませんよ <laughs> どこで食べれますか食べれません <laughs> なんかさめっちゃ気のせいなんだけどなんか最近鼻が高く見えるんだよねいや横目とやっぱ気のせいだなって感じるからもうちょっと真正面できてる甲府と思うんですけど2月23日にケツがあ価格一人公演わー 2ヶ月越しにかなうということでおめでとう <laughs> そう気のせいですね気のせいよ <laughs> メイクが上手になったから笑うとやっぱつぶれちゃうんで笑わないようにあんな暗黙寿にいます つけてね頑張ってください長旅をよだから腹痛をからさっきからずっとバクバク食べてますんクッキーは今日買いに行ってポケットが売ってたから作ろうと思います <laughs> 気をつけてね楽しみにしてください <laughs>、まあ、まさか私より食べてるめっちゃもうバカバカ生地で丸、ま、いボールクッキー 食べてましたサーヤに声見に行こうって誘われたらしいねひたんにも言われたんで誘われたんでサーヤにも誘ってもらったけどちょっと昨日は足が動かなかったなって思います思いますでもあの DMM で見てましたよちゃんとうん <laughs> <laughs> 聞いてくださいまだ筋肉痛なので足いた筋肉痛だったら結構困るんですよ <laughs> どうしようって思ってて今ちょっとねなんか右足はこう。 太ももの前の下の方が痛いんですよで左足は上の方が痛いんです付け根の方だからちょっともう怖いよね <laughs> パパサカさんにチョコじゃなく都落ちあげた「パパサカさんと遊んでくださりありがとうございます」「さっくーのホーム開幕戦だって知ってるよ25がホーム開幕戦のみえも行きたいの!」でも なんかお仕事入るかもしれないって言われたから悔しいですね <laughs> いや三みんな3月の18とか19あたりの試合狙ってるんで行いけたらいいなって思いますえー、行こうよ一緒にサックてかさチップス売ってるってさ教えてく、ね、<laughs> だよね ですか地元だったらちょっと買いに行けないけど,どう愛知県で目撃情報ないんですか長坂も買いたいんだけど <laughs> ぶっちゃいけくな顔になっちゃうなんかあのー、最近ねちょっと前作の前作今作のあの前作だっけ今作だっけもうサイン会強い どっちか分かんないんだけど全今作か今作か今作パレオのやつは今作ですかパレオの衣を着てるやつは今作ですか今作だと思うじゃあ今作だ今作の。 写真を見てたんですよあの抽選会とかの方のね私たちもグッズのサンプルでいただくのでそのグッズをね眺めてって気づいたんですけど絶対目半開きなんですよ <laughs> ちょっと皆さん今手元にある方は見てほしいんだけどさ絶対目半開きじゃない <laughs> なんか私は普通の普通に目を開けてこんくらいあるんんでですよでも絶対その写真こんくらいいいしか開いてないんですよ。 あの抽選会のさパレオのグッズ持ってる人いないですか色紙とかさ缶バッジとかさなんかそういう系今作のね <laughs> でなんか絶対目こんぐらいしか開いてないのえ選んでこれはじゃあああしゃシャ車は自分で選ぶんですけどグッズは全部上の方が決めるんですけどえ,え私マジで目こんぐらいしか開いてないんですよ <laughs> もう悲しくて <laughs>。 確かに言われてみるとそうだねやっぱそうですよねっていう悲しい悲しい話です <laughs> 私の目はあの全力でこんくらい全力じゃない普通でこんくらいあるんでこれ全力 <laughs> だからちょっとショックでした <laughs> そうココちゃんの雷鳴かわちかったよね そういえば鎌田さんに「一緒にマラソン走りたいウィメンズ走りたい」って言ってもらって「嬉しい!」ってなるじゃないですかだから「2年後走りましょう一緒に」って言ったらなんか「2年か?」って言われちゃうた <laughs> でも一緒にマラソンしたいです中坂も。 あのナッキーさんがお友達になってくれたら嬉しいなって思います <laughs> じゃあみんなにクッキーをあんしてあげたいと思いますああもぐ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 おいしいですか Mm-hmm. <laughs> どこ食べてるのいいじゃないですか <laughs> うわ須田さんのバレンタインイベント行ったんですかツイッターで見ていいなって思ってたんですよね <laughs> しっとりゲーム使いますかいや中坂もそんなに芸術ないんで <laughs> うん。来年は なんか作りますなんか結構みんなのさみんな芋蒸しのギフト盛り上がるらしい加工してないんですよ目元はしかも今日ノーカラコンてかさ聞いてほしいんだけど <laughs> ごめんもうちょっとちょっとテンションが上がりすぎたからちょっと反省しますね聞いてほしいんですけど あの, <laughs> あのアベマさんでオオカミくんには騙されないとかオオカミちゃんには騙されないとかあるじゃないですか。でそれでなんかこの新しいシーズンが花束とオオカミには騙されないみたいな、あのー、話なんですよ。まあ、ちょっとどういう内容かはまだ全然わからないんですけど出演者の中にあの斉藤渚さんんがいたんですよ私それにびっくりしちゃって。 みたいな,なんかこう今日顔出しだったんですけどこの今日以外の日はちょっとこここの辺だけ顔が見えるみたいな感じだったんだけどそれじゃ全然気づかなかったのに今日顔出しの映像を見たらナータンさんがいてへえ <laughs> めどめび <laughs> っくりしましたあのイコラそう だからあの <laughs> <laughs> そのそうびっくりしたんだ <laughs> っていう話ですオがまだってる 三作,作前くらい全然わかんないしそう三作なんか56年やってると思うんですけどなんか昔とかからすごい話題でなんか何作もやってて三作四作。4作 今作も見ようかなって思いますなんかドラマっていうより愛していくところを見ていくって これ全然ないんだよね <laughs> 見てましたね毎週 <laughs> あそうですそうですあのなんか音が鳴るんだけど そういえばさずっとドラマの話しかしてないからさ結構反省してるんだけどさ忍者のドラマが好きなんですよ <laughs> そ,<う> <laughs> そ,うその友達のチョコの話ねしたらね衝撃の事実が返ってきたんだけどちょっとあんま言えない話だから別に破局したとか彼氏ができた彼女ができたとか。 ちょっとあれですけど彼氏ができたとかそういう話じゃなくてとか別れたとかそういう話じゃなくても衝撃的だった話でちょっと今一旦引いてるみたいな状態ですね <laughs> また後日聞きます忍者の話も見てたんですけどなんか忍者の話はなんか夫婦の話なのにもう全然キュンキュンする要素がなかったのねで、まあ、キュンキュンする要素あんまないなって思いながらこう何、まあ、て言うんですかたまにある構想みたいな。 過去を振り返るシーンとかでキュンキュンすることはあったんですけどなんかあんまないなって思ってたらなんか前回の話の終わり方がすごすぎて <laughs> みんなもおすすめのドラマ教えてね元気かなな連絡取ってああでも普通にドラマはしますよキュンキュン。わあ あそう回想シーンあそれですそれそれ話が止めすぎる今日話したいこといっぱいありすぎてさ言葉がまとまらないですね <laughs> ねえいなりんキュンキュンするドラマが好きなのうーんそういうわけでもないですよだって意外と大病院選挙とかは全然キュンキュンしないですしうーん今日もテニスの教室見てたですけどあれもキュンキュンしないですけどなんだろうね <laughs>

見て、見た恋愛ドラマだったらあれですね恋はいや石原さとみさんが好きっていうのもあるんですけど個人的にあ、でも一番逃げるは恥だが役に立つしますね個人的に <laughs> オプションなしのライトコースはどうやって申し込みますかあのお客様に選択する権利がないですけどないですね <laughs> こうなんか恋愛に慣れてない感じの恋愛が好きですねだから友達の話とかも,もそっち系の方がキュンキュンします何 <laughs> の話やねん そうだよ私実質がきっ私が出てると言っても過言ではないがある人がいる木曜日って何日だんできますがなかなかですが石原さとみさんが可愛いいのばあのいえばがあるもん はい私あの実質ガッキーすいません <laughs> すいませんそうなんですよ私あのガッキーさんと誕生日が一緒だから実そうなんですよあ知らなかったです結構私言ってるんですけどすいませんナナシはいます私の目の見えるところにいます そう。<laughs> え待って私とガッキーさん私の年分違う <laughs> なんて言えばいい <laughs> 今17歳なんですけど17個違いですね。 そうなんですよ。<laughs> 倍、倍っていうのか。倍です。あみくらしま始まった。くらしまさんです。星野源さんと同じ誕生日なら、実質中坂さんと結婚できるってことです。でも中坂に結婚願望がないので、ちょっとできないですね。二 <laughs> 分の一学期 <laughs>。そうだ。私。二分の一学期です。 <laughs> やだ怒られたくないご契約希望者さんがいるこんばんは今日誕生日ですおめでとうお二人目ハッピーバースデイトゥーユー,ーハッピーバースデイトゥーユー,ーハッピーバースデイニアンンさん ハッピーバーステイトゥーユーお誕生日おめでとうございますお誕生日おめでとうございますあなたもバレンタイン誕生日なんですねバレンタイン誕生日ってことはもう中坂と結ばれるために生まれてきたと言っても過言ではないと思うのでこれからも中坂みゆちゃんのこと一生大好きでいてねよろしくお願いします あ、さっきの誕生日の方もね。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。<laughs> おめでとう。それ、誰も気づいてないんですけど。新作のお洋服です。<laughs> でも多分初年度契約な気がするのでオプションは初年度契約は <laughs> 赤のれんさんじゃないですね今日はこれはモスモスです <laughs> 気がついてますかありがとうございます見てください早速汚しました ライトコースはございません <laughs> これは最近大好きなハーフジップです <laughs> 青いやつの色違いデザインは全然違うんですけどまあ同じような形ですあブリと落ちてる山本当だやったな <laughs> そうなんですよ。ヘビーコースですか。ヘビーって何ですか。<laughs> そうしかもみままさかに無断で服買ったんですよ <laughs>。あのみお片付けできないから今お洋服買うのダメって言われてて、あのだからお母さんに相談しても買っちゃダメって怒られるから。 あの無断で買ったんでですよ <laughs> そう無断で買ったらられました <laughs> 鍵編みやってみようと思って買っ,買ってきたけどい毛糸が細すぎて最初の鎖編みで挫折しそうだよ。あれですよ糸 のこうくるくる回していくとかぎ針の何号がおすすめって書いてあるのでその号数のかぎ針を買って読むとすごく編みやすいですおすすめですはい <laughs> なんで禁止されてるのお片付けができないからですファンからのプレゼントって言えばいいんですね長坂ファンの方からいただいたプレゼントは全部逐一報告してるのであの <laughs> はい。しかもまだこれとあとまだ2着隠してるんですよ <laughs> まだあと2着はもうこの配信見てたらバレるんですけどバレてないのであのどうにかバレずに着ていきたい所存です報告しろって言われてるのいや違うんですよか買うなら片付けてくださいって言われててでもいや片付けられないんですよね結構重症でだから <laughs> うーん怒られちゃう <laughs> でも今まさか別のことしてるんですよだから多分見てないかなみたいな <laughs> そう片付けたらいいって片付けたらいいで済む話じゃないんですよ私本当に片付けできないんですポイって投げちゃう、はい、私脱いいいだらポイっってて投げてこうこう服がいっぱいつかるから するんですよだからそれをいつも回収して洗ってくれるのがお母さんだからごめんなさいあ目が確かに難しいですねどの穴に通せばいいか難しいですもんねうんそうだから反省してます 義務なの義務じゃないです嬉しくてすぐはあの報告しちゃうこれ届いたんだよって <laughs> だから体操着が行方不明なの、ね、いやそうなんですよだからちょっと <laughs> ねえでもかわちいんですよこれはグレーですごいこれはなんか紫を買うかグレーを買うか悩んでグレーにしたんですけど他のに2着は真緑と黄色なんですよ <laughs> いやーちょっとボケですけどかわいいです <laughs> 信号やん信号ですカメラ反転でも最近あっち側散らかしてる自覚ないんですけどねでもないです 昨日,の話昨日の話してる倉島さんが照れててかわいすぎて見てられなかったのでそっと閉じましたいやだって倉島さんの涙に沈む太陽を見ちゃったらみんなさテンション爆上げだよね <laughs> そうでも緑はズボンなんですよだから皆さんに見せられないかもなんですけど黄色はトップスなので、ね、いつか見せますねでも聞いてほしいこれが一番高かったんだけど これはね、3000円くらいだったちょっと高いなって思いながらもう半額だったから買ったんですけどほか2着70%オフねだから1,000円台だったんだよね買いじゃない <laughs> 買いですよね。 お買い物上手あ皆さん知らないと思うんですけど中坂3500円以上の服買えないタイプなんです5000円とかもう震えちゃうから <laughs> そう中坂のままはそうお片付けのことを言ってますでも安いから買っちゃうでもテストも頑張ったしマラソンも頑張った自分にご褒美です 最近買ったもので高いものは何最近買ったもので高いものかあーランニングシューズもそんな高くなかったんだよな何だろううーん最近めっちゃ高いもの買ったかななんか何気ご飯代とかの方が高くつきますよね何買ったかな全然覚えてないですねでもこういうのがすごく良くないですあ iPhone だ <laughs> それ間違いない iPhone ですそう代表ユニフォームもめっちゃ高いんですけど iPhone が20倍なのでもっと高いです <laughs>、はい、間違いなく iPhone だと思いますちょっと連呼しすぎましたねスマホだと思います プロじゃないですよ。普通の十四です。<laughs> 生誕 T はどこにしまったかを探してる人に一言ください。安心してください。長坂もあの自分の生誕バッグどこにあるかわかりません。<laughs> 今のところまだ割れてないし、あの不良もないので全然。 頑張りますあと2年くらい頑張るスマホだわーって思ったら車だったわ車はレベチだよねもうここにいる誰にも塗り替えられない記録なんじゃない <laughs> 画面の前に仲間がいた中坂ねあのサ,メサメバッグはまだロッカーに眠ってるんだけど豚バッグとあのポニーテールバッグはちょっとどこにあるかわかんないですねとお母さんが保管してくれてると思います <laughs> 長、はい、坂さんいろいろ割りがちそうなんですよでも今のところねも画面もめっちゃ強力なやつでコーティングしたしフィルムも高いやつ貼ってるんで基本的に割れないと思いますそうあれだけたくさんいた豚さんたちはどこに行ったんですかあ全員私の視界に入るところらへんにいますよ <laughs> でもなんか私の携帯が悪いのかまあ、携帯が悪いことはほぼないと思うんですけど充電器が悪いのかモバイルバッテリーが悪いのかなんか全然調子よくならなくてモバイルバッテリーが悪いのかな20万超えたガチですかえー、ありがとうございますそうなのえー、なんかここ最近毎回達成させていただいてるような気がするんですけど本当に皆さんありがとうございます今回は 確か20万ポイントでアバターなので皆さんお待ちかねのアバターができるかもしれません生誕 T シャツ私も一匹が不明一 <laughs> 匹って何一匹 <laughs> 電池あ電池膨らんでくることはないですねあのなんかでもパパ坂がなんか携帯を最近壊してしまって画面なんか お,お父さんはホームボタンがついてるタイプの携帯をまだ使っているんですよ SE とかでもなく普通にまだボタンがついてる携帯を使ってるんですけどなんかそのボタンが押せなくなって電,電源がつかなくなったんですよねで修理に持ってったんですよそしたらなんかその画面が浮いてるせいでみたいな話をしてて治ったんですけどなんかね画面の修理するとねゴーストタッチが増えるんだって。 あのゴーストタッチになる可能性が高くなるんだってねゴーストタッチがもうめちゃくちゃねあのー、増えてるらしくてそうねあのゴーストタッチがすごすぎてなんか <laughs> 勝手にパスワードとか変わるんだって結構厄介じゃないそう。アボタン作ると いやでも皆さんが変えるか変えないか皆さん次第なので <laughs> ゴーストタッチ知ってるみゆちゃんいないありがとうございますゴーストタッチっていうのはあの触ってないのに画面が勝手に動くっていう症状なんですけどなんかそれで結構パスワードパスワードっていうかなんかがすごい変わったらしくてなんかすごく困ってましたそう機種変しないとダメなんですけどなんか写真撮らないくせにめっちゃ容量欲しがるんですよ <laughs> そうだから <laughs> いらんやろって <laughs> そうなんかお母さんは今 SE を使ってるんですけどお母さんはの32ギガとか64ギガくらいの使ってるんですよでもお父さんはまあ、写真も撮らないしゲームも入れないし何な,なら LINE すらやってくれないのに容量欲しがるんですじゃないですか <laughs> そう <laughs> だから32でええやろ 64でやろっって思って思ます私と同じくらい星がる私の2分の1かな私今500とかなんですけど256とかが欲しいとか言うんです絶対いやアプリも全然入れてないし写真も撮らないしだってお父さんの携帯は。 ポケモンゴーと大富豪するためにあるといっても過言ではないですからはい <laughs> ねえ思いません <laughs> だからマジでしかも今の決定も容量は満足にあるんですよ64か128とかなんですけどなのにあ長坂の方には今お化けはいないですね <laughs> はい。ダフをしてるのならいいと思います。いやめっちゃやってますね。めいちゃんと遊びに行った時に、うん、遊びに行かないんだよ。あんま青海さんの画像が山ほどあるんじゃないですね。私のブサイクの顔ばっかり集めるのが趣味趣味ですね。 厄介なさ父親ですよね,ねだってさちょっとわかんない中坂のショールームのあのー、なんかショールーム見てくださってる方の中に何人ね娘さんを持ってる父親の方がいらっしゃるかわからないですけど娘の可愛い写真の方が欲しいでしょ娘の可愛い写真が欲しいでしょみんな。娘の可愛いい写真が欲しいじゃんふ普通って言ったらですけど大体は。 え私のぶっちゃくの写真ばっかあのー、保存して壁紙にしてくるんですよめっちゃ厄介じゃない <laughs> いい素敵な趣味全然素敵じゃないですよ白目白目とかじゃないですみたいな顔とかばっかです 大富豪の称号は青海ひなの推しでした。あ、そうですよ青海ひなの大好きなんでねでもパパサガはすごいいいコンプリお父さんも収集壁がすごいんですよだからあのー、大富豪の称号の収集壁えぐくていやみっちゃんが卒業するからみっちゃんが卒業する前に田辺水木推しの称号をゲットするべくみっちゃんで10回対戦しておいたでも本当は777回やってあのー なんちゃら推しの方が欲しかったけどちょっと間に合わないから推しだけにしといたで3月はピオスと礎やらなんかみたいな <laughs> すごいでしょ大変そうなもんフフフはそうだからパパさんがパパならあの娘が「今日私めっちゃめちゃよくない?」とか言ったら「確かに」とか言ってくれればいいじゃないですかなんて言うと思う <laughs> 言うんですよずれーな <laughs> っていうね <laughs> めっちゃ喋るよ。<laughs> めっちゃしりますよなかかショールーマーなんででは終わります ちょっとみんなの記憶を抹消するべくね長坂からのバレンタイン 私わしもブぶちゃぶちゃ坂欲しいもうダメダメマジでぶぶちゃですココちゃんはパパのことあいつ呼びしてるから、うん、あいつ呼びはやば。<laughs> では持っていきたいけど持っていくかわからないです買う時間があれば。 でも明日はチョコ祭りになると予想します。チョコさんチョコ虫。えー、レオナさんティーカップ。カッパさんチョコ虫。えー、ランシュルラスカルさんブラーボー。ブドウプチプチさんティーカップ。リボンクマさんハート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 ,ハート白のクマさんバラ。えービックリワンワンさんバラ。空メさんレインボーキランノノさんバラ。えー、中坂さんバラ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 えー、ハムスターさんレインボー中坂さんバラバラソラ。空メさんティーカップ。えー、世界さんチョコ虫。ビックリワンワンさん。 <laughs> メカリアンマさんバラバラ、えー、ハムスターさんチョコがけバラ、えー、ポンポンプリンさんバラバラ黄色の巨人さんハートピースさんバラ。シルルルンさんチョコがけバラチョコがけバラチョコがけバラ。ええー、レオナさんハート。シルルルンさんチョコがけバラビックリワンワンさんバラ。ピップフピさんたらの音カメの毛ぐるみさんティーカップ。恐竜さんバラ。 えプチプチさんハートシルルルンさんティーカップ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 中坂パジャマさんえチョコムシガロウさんチョコムシブドウプチプチさんティーカップガロウさんバラマスクしてるクロミちゃんさんグッドゲームグッドゲームえ海賊王さんバラバラマスクしてるクロミちゃんさんグッドゲームアシラさんかわいいアジサニアさん結婚してアシラさんバラありがとうございます他にもギフト投げてくださった皆さんありがとうございますイェーイ あり,ありがとうございますありがとうございます似じゃないよ動画のプニーテールかわかったよだってありがとうございますそうだ似じゃないよの動画今日ねみくるんとの上がったのであそうそして中坂ミューネ23日だなしょうん天皇陛下さんの誕生日の日に あのラジオなので2じゃないよなので <laughs> よかった聞いてくださいフーちゃんとですでは俺の義理チョコ食べられたのピアンすぎでは消えちゃったのも消えちゃったので消えちゃったのもあるかもごめんなさい行きますえー ロールケーキさん、バラ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 。ええ、コップ猫さん、バラ、ロールケーキさん、バラバラ、中坂パジマさん、チョコムシカッさん、バラ。えケルベロスさん、バラ。ブブさん、バラバラ。ケルベロスさん、バラバラ。ええ、豚さん、バラ。トリックアトリートニャンニャさん、バラ、ガロウさん、バラ。えレオナさん、バラバラ、えベイビーさん。 シルルルルルさん、チョコガケバラ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 、ガロウさん、チョコムシ、トリックアットイトニアンナさん、バラ、えー、SKE のクーマーさん、レインボー、限界すぎさん、かわいい、結婚して、<laughs> えー、JK さん、<laughs> バラ、あー、ほんとだ、20万ポイント達成してます、ありがとうございます、ネギソロさん、チョコムシ、カッパさん、チョコガケバラ、 えー、レオナさんバラカッパさんチョコ掛けバラチョコ掛けバラ無意識の色さんバラえケンドウさんバラ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 えー、レオナさんバラえー、ピースさんバラガロウさんバラえー、自転車ラスカーさんチョコムシ、そらまめさんいちごえー、チョコさんあこの辺から読んだいや読んでないな。 チョコさん、チョコムシ。えー、<coughs> マスクしてるクロミちゃんさん、イチゴ。ガロウさん、チョコムシ。レオナさん、バラ。紫のスライム、トロトロさん、チョコガゲバラ。玄カウサギさん、ネインボージィサイネンニアさん、結婚して、結婚して。<laughs> ええー、ピオスさん、バラバラバラ。ええー、チョコさん、チョコムシ。えー、カッパさん、チョコムシ。えー、あ、この辺から読んだかな。ありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。あ、クロミちゃん、さんバラ。 お久しぶりですね。エイトさん、イチゴありがとうございます。そこにもギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。イエーイ。最近出演頻度多くていいね。そうなんですよ。動画期待してます。楽しみにしててください。皆さん、お楽しみに。永ちゃん、紅茶は飲めるのあんま得意じゃないんですけど、最近ね、タピオカとかだったら飲みます。あと、キャラメルコーヒー。キャラメル

達成できたらみえちゃんが毎日頑張ってショールームしてるからだよねだってありがとうございます全然頑張ってないです楽しみます楽しんでますショールームは中がの癒しなので <laughs> 中坂しゃべるの大好きなんですけどこんなにし の聞いてくれる人ってファンの方しかいないんですよ。だから、あのお母さんですら適当に話し流されるので、しかも同期とかにもこんなに話せないじゃないですか。あの、ちょっとうるさいって思われても嫌な <laughs> だから、こう皆さんの皆さんがいっぱい話を聞いてくれて幸です。ありがとうございます。<laughs> では20から見ます。 いきますせーのクロミちゃんさんケンドさん中坂パジャマさんハムスターさん世界さんピオスさんピースさんありがとうございますイェーイおやばい時間ない <laughs> 13さんありがとうございます玄ンウサギぴょんぴょん12さんありがとうございますそロもえぴょ十11さんありがとうございますブドウパチ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  10位、3ありがとうございます、ベイビーベイビーベイビー、バブー <laughs> 9位、3ありがとうございます、ランセル・ラスカル8位、3ありがとうございます、アジサイ・ニャン・ニャン7位、3ありがとうございます、ネギトロ、早待ち <laughs> 6位、3ありがとうございます、シュルルルルル5位、3ありがとうございます、紫のフライム、トロトロトロ <laughs> よいふんフンさあありがとうございますマスクしてるくろみちゃん3いフンフンさんありがとうございますだてまきだてまサムネいくさじゃんフ2いさんありがとうございますチョコパリふフふそして今日の1位はで,んでーすせーのガロッシャン ありがとうございます。ガルシャンガルシャンガルシャン、えー、今日は皆さんに感謝の気持ちを込めてクッキーをお届けしました。 ラビュー。<laughs> ということで、改めまして、4582人の皆さん配信を見てくださってありがとうございました。コメントしてくださった方、星やギフト投げてくださった方もありがとうございました。えー、今日はたくさんのお話聞かせていただいたあ、聞いていただいたんですけど、とっても幸せでした。えー、もしよかったらメールブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、アメブロのチェックよろしくお願いします。 はい。ということでね、こう、今回のこのバレンタインのイベントも多分今日までかな達成できたので、とっても嬉しかったです。ありがとうございます。19日何かバレンタインっぽいことができたらいいなとか思ってるので、楽しみにしててください。それでは終わりたいと思います。せーの、まいちゃん、じゃんけんぽん。あっち向いて、はい。今日の合言葉は、中坂のクッキー食べたーい。バイバーイ。<laughs> Hehehehe <laughs>